はい、で今回はですね、今日真面目な話ということで、仲介業とは何かをお話しします。でこの私がですね、仲介業っていうのを思いついたきっかけがあるんですよ。それはこうね、学習机、学校で、この消しゴムが、この消しゴムがね、コロコロコロっと落ちて、隣の机の下に行ったと。で、その隣のって言って、そのスカート覗くって言ったら、いやらしいって言われるから、いや、そんなつもりはないですと。でそこまで行って、消しゴム、僕がわざと転がしたんじゃないです。たまたまそこに転がっていって、見ると、その隣の同級生の足元にあるんです。で、頼めるかなと思って。いや、待てよと。普段その、いかつい感じの、あんま好きくない女子さんなので、ちょっとごめんと。こっちの前の席に頼んで、その子に、ごめん、後ろの消しゴム拾ってくれないっていう、女子さん、女子さんだから、そのスカートの下どうのこうの言われないだろう。案の定、拾ってくれてありがとう。うん。で、この僕はですね、勉強してて、はーっと、こう、女子さんの、椅子の下なんとかっつって、自分はなんか頼みにくいと思う。男の学ラン着てるから。もうね、これってビジネスになるのかなと思って、授業の小1時間、そればっかり考えてるんです。で、行ってみたんです。その前拾ってくれてたの、恩返ししようかなと思って。男子のとこに入った時になんか男子の股ぐらみたいな言われ方していかんから、男子の時に落ちたら僕に言ってる。で、次の日、僕に頼むんですよ。これ拾ってって言って、拾ってっていうかその言い方何って拾ってあげて渡したんですけど、超喜んでて。で、その無理に落とすようなやつがいるからもうやめた、その仕事って言ったんです。でね、この第三者に、これが当事者かどうか分かりませんよ。当事者、こっちに、これがその依頼者ですよ。依頼者。ね、その、中学校の時だったんですけど、依頼者というのは、その、当事者に頼みにくい理由がいろいろあるんだなと思って、それって世の中でいっぱいあるのかもしれない。で、第三者に頼むと、もう何も関係ないんで、普通に頼めるのかなっていう。ちょっとごめんね、消しゴム拾うね、みたいな。で、これが、僕のその、仲介業の、発起図案だったんですよ。で、消しゴム拾うくらいね、お金のことはないですけど、やっぱその、貸し借りということで難しいことを頼んだ場合、なので、こう、学校の先生とかがね、塗装の壁を塗るのに、頼むとまずいんですよねって公務員だから、それは禁止されてるっていうことなんですよ。なのでその塗装を頼む際にその仲介となるのがいたら、その依頼を受けてその学校に塗装業者を寄せられるのかとか、そんなことを考える。で、仲介というのは基本的にね、面識なしっていうのかな、面識なしっていうのは、その当たり障りがなしっていうないってことです。で、もう一つあるのが、仕事でやってるのでっていう、仕事っていうのはこう依頼されて要求されて仕事なので、別にその恨みつらみとか、その変な話とか一切ないですっていうのがこう仲介。結婚式だったらね、仲人さんっていうのが双方のその面倒を見るのに、
仲人さんって言いますけど、もちろん新郎新婦には何の関与性もないです。そうしないとその2人の祝宴というかその結婚式にならないので、うん。でその仲介っていうことなんですが、まあ1人紹介したとして次1年後だったらそのビジネスにならないですよね。なのでその集合ってことを考えるんですよね。集合というのはこの仲介に頼みたいのは、まあ、この地域なりその人口の中の、まあ、このくらいの人だと。これが全体で部分だと。あ、部分ちょっと書きにくいですね。部分に実はその1万人ユーザーがいた場合、まあ仲介の人がそのなんていうんですか、100人の従業員だったら1人100人あたり見ないといけない。ただし会社としてはその100人の雇用が安定するので、まあ株式会社でいいだろうってことなんですよ。例えばその求職者、仕事を求める人が全体で100万人いたとして、その中の1万人がその仲介業者のユーザーとなってくれたら、まあ会社としては100人の従業員を養えるかなっていう給料でね、ことなんですよ。ただしその集合というの数学的な考え方なんですけど、どうやって1万人のユーザーを、まあ、登録だけでも獲得するかっていうところで問題になるんですよ。でネットだけではダメで、ネット怪しいと思うんで、まあ口コミですよね。もしくはそのなんていうんですかね、それでも機密事項がちょっといろいろあるんで言いませんけど、ネットだけではダメで、あそこの仲介業者さん良かったよって、ちゃんと仕事紹介してもらったっていうこととか、やっぱその信用ならない時にはそのネットの口コミでも直接 LINE 通話で聞くとか、誰かに、まあ、口コミが大きいと思うんですよ。なのでまあ1万人のユーザーが揃ったところで従業員100人雇えるとして、次ユーザー数が10万人になったら、やっぱその仲介業者の株式会社は1000人の従業員が必要になると思うんですよ。1人当たりその100人の何かの仲介をやってるんだろうね。っていうことで、その仲介業というのは1人でやるとね、近所のその結婚相談所とか、まあ2、3年に1回だけどみたいな、そんなんだったらそのビジネスにならないじゃないですか。なので集客というよりはそのお客さんのね、集合状態を作らなきゃいけない。でそこにアプリとか、あとそのネットの中にその、まあ、ネット系クラウド、要するにクラウド方式のデータベースが必要になった、もしくは会員登録の情報とか個人情報が漏れたらいけないのでっていうことなんですよ。そうするともう地域でね、結婚したい人、この町内会で、まあ、10人って言ってるけど、みんなおじんおばんばっかりで、本当に結婚するのその年でって言われるのか、それとも日本の全体、まあ、いわゆる四国なら関西なら北海道地区なら、そこの地区だけの、まあ、1万人10万人ユーザーを集合させることが重要だと思ったんですよ。それはリモートで集合だけならいいんじゃないか。ただ面接の時にはその面接会場行ってくださいねとか言いますけどね、うん。でそのお客さんを集客するというよりはその儲けるかどうかわからないと。とにかくその仕事を達成して、まあ、その仲介業で他、まあ、人材コンサルってことですけど、たらちゃんとお金が入ってくるようになるなら会社として持つだろうな。自分はまあ集客として買ってもらうっていうよりは、そのお客さん自体がね、そこ の、まあその労働先に行って、まあ、手取りで収入があったという形でお客さんを取るための集客ではなくて、やっぱりその顧客就業、じゃあ顧客集合っていう概念で、ただ自分が食べるためではないんだよ。その釣りをしてるんじゃないんだよ。リリース先をまた仲介業の展開してるわけであって、別に自分が食べようと思ってるわけではないんですよ。お客さんはその仕事先で仕事が手に入って給料手に入ったら喜んでくれると、
まあ、弊社としても、まあ、次のビジネス展開があるということで。